どうしようかと思った時に、私のその元東京ボーイズ部署で一緒だった清水文子さんっていう女の子がいるんですけども、その子がね、一人で女一人でインドへ行ったっていう話聞いたんです。思い切って電話したんですね。で、そしたらどっちかっていうと彼女はね、とっても個性的な人で、面白い人だったんですけども、こうはつらつとした感じじゃなかったんです。ところが電話したら本当に元気なんですよ。もしもしって言って、清水どうしてそんなに元気なのって聞いたら、私ねって信心したのよって言われたんですよ。もう私もびっくりしちゃって、もう受話器持って、